私が参加する遠足はいつも雨。てるてる坊主を作っても全然ダメで。新しく買ってもらった帽子が風で飛ばされてなくなったり、お気に入りの靴も車に泥をかけられて真っ黒になっちゃったり。私が頑張ってもどうにもならないことがたくさんあって、それで少し嫌になっちゃって。でもそんな時、テレビで一人のアイドルを、はるかちゃんを見たんだ。ずる休みしちゃった。本当はダメだけど、でもやっぱり行きたくないな。きっと私がバトン落としちゃったからみんな怒ってるよね。いつもこうなっちゃう。頑張っても頑張っても悪いことばっかり。私が頑張ってもダメなのかな。ずーっと悪いことしかないのかな。みんな、こんにちは。アスランの桐谷はるかです。あれ？お母さん、テレビつけっぱなしで行っちゃったのかな？今日は、私の初めてのソロ曲を歌います。緊張しますが、頑張ってみんなに元気を届けるので、よろしくお願いします。アイドル？でも、私と同い年くらい。かわいい。それに歌もダンスもとっても上手。すごいな。キラキラしてて素敵。聞いてくれてありがとうございました。私も練習したらあんな風に歌ってダンスできるようになれるのかな。あ、でも私が頑張ってもどうせ。今日がいい日じゃなくても明日はいい日になるかもしれないって思えるように。え？私はアイドルとしてみんなに希望をあげたいって、そう思っています。だからこれからも明日を頑張る希望を届けるアイドルでいられるように頑張ります。今日がいい日じゃなくても明日はきっといい日に。そうなのかな。諦めないで頑張ればきっといつかいい日が来るのかな。うん、やっぱり学校行こう。リレーのこともみんなに謝ってまた頑張ろう。なんだろう、あの一言でたくさん元気をもらえた気がする。桐谷はるかちゃんか。次こそ書類審査通りますように。よし、ちゃんとポストに投函したし、あとは結果を待つだけ。もうこんな時間？急がないと遅刻しちゃう。1 2 3 4 1 2 3。いったたた。ここのステップ全然上達しないな。今日はもう練習終わりに。ダメ。こんなところで諦めちゃ。はるかちゃんはきっともっと大変な練習してるはずだもん。明日はいい日になるって信じて頑張ったら、オーディションだってきっと。よし、もっともっと頑張らないと。頑張って
たいなアイドルになる。え？なんだろう、スマホが急に光った気が。アンタイトル？こんな曲ダウンロードしてたっけ？何？ここはどこ？私さっきまで屋上にいたはずなのに、どうしてステージなんかに？これってもしかしなくても夢だよね。でもこのステージ、アイドルのライブみたいだな。どれも可愛い。私もいつかこんなステージでライブができたらいいな。それではるかちゃんと共演できたりなんて。こんにちは、みのりちゃん。